そこにいたのがね、ちょっと上流に上がってきた。あれあれあれ、それを狙ってみよう。来い。あ、ちょっと足らない。もうちょっと奥。ドンピシャ。3、2、1、来い。おー、ナイス。2匹いるの。うわー。これ水面直下のなんか今じゃ食ってるぜ、こいつら。今ね、サイズ、これいくつかな ?24 番の、ほんと、ボディの、ボディにスレッド巻いて、ハックル巻いただけの、ちっちゃなフライ使ってんだけど、それをさらに刈り込んで、もうちょっとちっちゃくしてみた。さっきね、お、いるね。ここにいる。あ、ちょっと大きい人、いいね。3、2、1、フライの真下に魚がいる。動け、お前。食ってくれ。おー、見に来たね。見に来たけど食いませんでした。さあ、もう一回。気まぐれでいいから食ってくれ。上がれ。来た。あー。今来たかな、見えてなかったね。ちっちゃいフライ見えてなかったからね、俺。ドライフライをね、2つ投げてます。ちっちゃいフライだけだとね、もう全然見えないんで、18番のベイティスと、道のドライ、タンデムで、ね、ドライフライタンデムで流してます。最初に出てくれたやつがね、また、ちょっとね、下流の方に動いたんで、それを追っかけてみたいと思います。おー、いたねー。頭出し食ってるもんな。タイミング合えば食ってくるんじゃないかな、こいつ。食い気あるから。お、上上がってきた。違う魚かな、わかんない。上上がってきてるか。同じような魚に見えるんだけどね。こいつ。3、2、1。来た。おいー。来たと思ったんだけどね。タイミング悪かったのかな。フライズしてます。と、わあ、フライが見え。大きいフライがかろうじて見えるだけ。ちっちゃいフライもう見えない俺。またね、ライズ始めたんで、そこ2匹いるな。それを狙ってみましょう。来い。もうちょっとおっかな。もうね、ちっちゃいフライ見えないな。あ、見えた。風が吹いて川の表面がザワザワするとちっちゃいフライ見えないな。あ、見えた見えた、両方見えた。来い。お、いた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 、もっと上にいたね。ナイス。もうちょっと上の手前。あ、完璧。いいんじゃない？ 3、2、1。できれば大きいフライに来てもらいたい。来た。よし。いやー、今のよ来たね。大きいフライに来てくれたからよかったわ。このロッドね、9フィートの3番。ティーメイドさんの素晴らしいリール。最高です。3番。いや、嬉しいな。大きいフライに来たね。音がいいよね、だけど。ね、音いいでしょ。ってことはドライフライ。使ってるティペットは 5X。これはね、キーストさんの 5X。キーストさんのね、ラインね、強いわ。これなんだけどね。すごい強くて。5X でもね、強さ 4X ぐらいを軽くあるな。軽くある感じ。そろそろお魚も疲れてきたかな。レインボーだね。よし、こっちおいで。こっち来た。はい、足元にいます。ほら、わかった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 。あ、もう走らないで、めんどくさいから。追っかけるの面倒だから走んないで。こっち上がってきて。
上がって上がって上がってきて、そこでまだライズしてる。来た来た、上がってきてくれた、嬉しい。さあ次はネッティングできるかな。3番だからロッドがこんな曲がってます。すごいねこの曲がり。ちょっとアンダーパワーなんだけどね、これしかロッドないんで。これね、フライ、大きいドライフライ食ってくれたわ。18番のベイティス、ね、ありがとうレインボー。家に帰ってね。3番ニューメキシコ州アメリカ、ドライフライの釣りでした。今日ねだけどね、7000、7002勝ぐらいで5000ぐらい全部外したりね、すっぽ抜けたりで、全然下手くそです。まだまだ頑張ってうまくならないとね。